ササイズができるようだったらスクワットなんでもちょっとして強度上げちゃいましょうかね。では背もたれがあるとやりやすいと思います。お椅子の背もたれ横に用意してください。お尻を引いてまず脇の下開きましょう。息を吐いて少しずつ脇の下がぐんと開いてくれる。吸って戻ったら吐いて降ります。ラストもう一回吸って戻って吐いて、ふー、 OK。 さあそしたら両方の足を少し椅子に近づけて足幅を腰幅よりもちょっと広めに開きます。息を吐きながらお尻を斜め後ろの方にぐーんと突き出してみる。吸って2回目吐いて戻る。3戻る、4戻る、ラスト5OK。 そしたら足を横に今度は開きます。お椅子に近い方の足をつま先お椅子の方に向けましょう。反対の足のつま先はまっすぐ正面向けてください。お椅子に握ります。大きく息を吸って吐きながらお椅子の方に向かって倒れていきます。この時にこの軸足苦しかったらちょっと曲げちゃってください。吸って戻って、はあ、吸って吐く、吐いて吐いて吐いて、足の裏ペタッと床を踏んで吸いながら戻る。ラストもう一回吸ってあげて吐いて倒れます。少しお尻を手と反対側に突き出してあげましょう。戻って反対いきますね。つま先を、お椅子に近い方のつま先はお椅子の方を向けます。反対のつま先はまっすぐ正面を向けて椅子を握る。吸ってあげて吐いて倒れる。こっちの足苦しかったらちょっとお膝曲げてください。吸って戻る。吸ってあげて吐いて倒れていく。少し骨盤を、上がった方の手に向かって手の方に、違うな、手と反対の方に向かって押してあげましょうか。戻ってラスト、手を上げて吐く。OK、 戻りましょう。さあスクワットいきます。1、さっきと同じですよ。2、息吐いて。スクワットするときつま先ちょっと外向けちゃいましょうね。その方向にお膝も向きます。3回目、3戻して4、ラストもう1回5、 OK。 さあ戻ってきたらお椅子の横に立ちます。そしたらお椅子の背もたれを少し近づけといて両手大きくバンザイ。吐く息で背もたれにタッチ、吸ってタッチ、つま先は正面、ぐっとねじる、少しお腹をねじります。3、吸って4、ラスト5、握る、お膝を正面に曲げる。1、5回いきましょう。2、少しねじってますよ。3、お膝つま先と同じ方向に4、ラスト5、 OK。 手を戻してください。反対向きます。お尻失礼はい、そしたら手を上げて吐きながらお椅子の方にねじる。吸って5回いきます。2、戻って、3、もう一回、4、ラスト5、握ったらつま先の方向にお膝を曲げます。1、2、3回目、3、あと2つ、4、ラスト5、 OK。 さあ正面でスクワットで仕上げ。
吐きます。1、2、3。